はい、頑張りましょう。撮影順調に進んでおりますが、ね、いかがでしょうか。順調でした。飛行機で寝れたの。寝ましたね。もう動いてすぐ寝ました。で、機内食の時はなぜか起きて、あ、そこだけ、なんか大集合という噂を聞いてます最近酒飲みで、僕もお酒好きなんですけど、最近一人酒を覚えてしまって、まあ黒糖焼酎あるじゃないですか、あれがすごい好きで、もうおじちゃんになってます。一緒にお酒飲んでくれる人募集しますかね。そうですね、できればおしゃれなとこよりは、こうカウンターでこう飲めるような人募集、居酒屋ね居酒屋募集中ですね。一つお願いがあります、はい、これで砂浜に好きな言葉を書いてください。お、好きな言葉、はい、行けば分かる。ラブ、はい、愛が全て。ラブと行けば分かるか。伊藤さん、出たです。質問をしますはい、何でしょう。彼氏はいますか。まあ、お寿司は好きですか。です。血液型は O 型だ。ノー。 B 型だ。ノー。 AB 型だ。ノー。 A 型だ。イエス。あら、好きなタイプの男の子は。好きなタイプの男の子は日本男児というか、男らしさがある男を忘れてない男です。芸能人に例えると。三橋刑事、相川翔、翔英、夏柳沙夫とかいいですね。今年の目標は。今年の目標は仕事をもう、ね、頑張ってどん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 ステップアップしていくことと、あと自分のなんかこう体調管理だったり、いろんなことをちゃんとね、整えられる女性になることですね。だんだんこう年とともにお酒がどんどん好きになっていったら困るなと思って、節度をちゃんと踏まえて要するにあんまり飲みすぎないようにってことですねうん、おいしい。あ、コーヒー飲めないんだ。まだお子ちゃんまで。うん。今はワンピースでちょっとこうグッと締めて。2度目のオーストラリアってことだったんですけど、すごい2日間でいろんな場所に行って、それだけ体を触れて友達だったんで、すごく緊張してたんですけど、すご